パハラ郵便局パハラはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島カウチ区にある町でハワイ島の南東海岸にあるパハラはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のカウチ区にある町で CDP で人口は1356人ハワイ島の南東海岸にあり北の広までは 52km 南のナアレフまでは 19km である ハワイ火山国立公園の入り口までは3 7ル二2 3マイル。長らくハワイのビッグファイブの一つ、シーブ・リュアー会社が砂糖きび畑と工場を運営してきたが、1960から70年代にこれを止めてマカデミアナッツの栽培を行うようになった。現在はカウコーヒーとビジターセンターがある。パハラはカウ地域の中心の町で郵便局。 病院、カウ高校と地区の病院がある。また、キリスト教会、日本人移民が建てた仏教の寺もある。ハワイ修道11号線の51マイルと52マイルの標識の間に、山側のパハラへ行く、道の標識がある。北緯19度12分9秒、整形155度28分38秒。北緯19.20250度整形155.47722度。 1 9 2 0 2 5 0 1 5 5 4 7 7 2二ありがとうございます。